本日は、はい、五反田春の百均マジック祭りでございます。大好評いただいております。そこで売ってるものでマジックを作って誰が面白いかっていう、磁石が紙にくっつく方法があるんです、うん、ある静電気です。あ、これでね、皆さん磁石がほら紙にくっつく、くっつくじゃない、すげえ。だちょっと冷めるとね、うん、もうつかないんです。マジっすか。では参ります。はい、お願いします。実はこれ僕はEテレのマジックを教えるコーナーをやってた時にこれを実は、ね、使ったことがありまして、使ったのがメモ帳、何でもいいです、メモ用紙、うん、小さな紙なら何でもいいです、うん、それと磁石、磁石、それからもう一つ見えない道具としてこれを買ってきました、うん、それなんだろう、それなんですよ、これです。なるほど、100円です。ホチキス100円。お店によっては針と本体は別のこともありますけど、これはほらダイソーって書いてます、ここに。へえ、ダイソー。ちょっと待って待って待って、すごいよね。何もピンとこないですよ、これを使いました、うん、それ使うんだ、はい、何をするかで、実はね、うん、ホッチキス自体は使わないんですよ、うん、マジックやる前の準備として、人が見てないところで、うん、ホッチキスの針を1本、うん、いや面白いな、手のひらに出しておきます、うん、これ、うん、見えないね。いや素晴らしい。あ、あるね。あ、うん、こっちが芯が1個だけある。このサイズだからまあバレないです。バレないよね。バレないです。うん、でもちろんホチキスは分からないようにしまっておくと。はい。針が必要ってことね。そうです、はい。この出した針、これが1個キーポイントです。なるほど。はい、さあ考え方お分かりですね。まず、紙を調べてもらいました。はい。そして磁石を調べてもらうときに、うん、ここ。はい。ここでさっき手に出した針をテーブルにポンと落とします。うわ、素晴らしい。このサイズだからバレません。全然わかんなかったっけ。そしてこの針の上にこの紙をだいたい真ん中ぐらいになるように置く、うん、これだけです。あとは磁石をくっつけると針が紙を挟んで持ち上げてくれると、うん、すごい。おお、だこれ注意点、あまり持ち上げすぎないように、持ち上げるとねこれが見えます。うん、あまり上げすぎて覗かれると針が見えるので、あまり持ち上げない。はい、あとはそうです、手のひらに乗せてふっと引っ張ると針が手のひらに落ちます。で、あとは証拠が残らないので紙は何もない。すげえ、すげえ、ここにすごい。そんなの誰も気づかない、気がつかない。いいマジック、いい。ホチキスの針っていうところがいいね。そうです、誰でもできます、うん、ただテーブルの上にあったのさっき何もないと思ってましたもん。わかんないでしょ、わかんない、うん。しかもこれ磁石を調べさせてる間にさりげなく置くってことですね。だからこれはもうあのメモ用紙じゃなくても名刺でも、うん、ゴミでもトランプでもゴミでも何でもいいです。新聞紙の切れ端でも、でも千円札とかでもできます、できます。お札でも名刺でも何でもできます。へえ、面白い。そうか、磁石が強いのほど、うん、そうです、思いもらがあるからね。そうですね、やってみる。はい、じゃあ真ん中ぐらいにつけて、はい、で先できなかったのに真ん中つけてゆっくりそれでもできないんですよ、ね、今針置いてないからね、うん、本当に難しいですね、三四郎さんっていう人は。いやめちゃくちゃ審査とかしてるんですよ、三四郎さん。やってみる。ずっとやってましたよ、言われなかった。言われるまでやるとこでした、今。中の人です。そうそう、大事だってこと、うん、大事、置き忘れたらできないってことですね。そう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 、そういうことね。あ、すごい、ね、意外と作るよね。そうなんですよ、これ。そしてで手のひらに乗せてポッと外すと、ほら針が手に、なるほど、そういうことです。へー、すごい。あとは証拠が残る。素晴らしい。うん、すごい。マジックやってみてください。さあ、今日見せていただいた3人の中で、もうちょぼちょぼですね。辛口ですよ。ちょぼちょぼですね、これ。結果発表ということですね。はい。まず、3位。はい、3位、はい。やっぱりこれだね。俺。俺。俺だね。これ裏開かしてもらって急に面白くなっただけでね、うん、見た目は全然面白くないでしょ。見た目はどうでもいい現象じゃない。やっぱりマジックはね、現象なんですよ。確かに、ね、やり方じゃないです、はいはい、でも裏キプトマニアが今喜ん、うん、私も今、はい、ホチキスの針っていうところにちょっと驚きましたので、マジックでもね、裏よりも表ですから。そうですね、確かにそうですね、ね、そこは良かった。
3位。3位です。3位。で、2位は、2位はユリ。おぉ、ゴミ？ゴミがいい。いや、やっぱりね、新鮮な、見たことない現象がやっぱりマジックは優秀ですよ。そうかも、ね、まさかゴミが浮くとは思わない。そんなマジック見たことないでしょ。あれ逆にバラの花だったらね、見たことある、あるかなっていうんですけど、まさかゴミを浮かせるっていうところに意外と一般の人が見ると残るね。ゴミ当てればよかった。そうだよね、次からゴミ持ってこれるんだよ。ゴミだね。で、あの後ろ手離せるところのあそこのあたりは素晴らしい。いや、確かグラスの中であえて浮かぶ浮き方は、はい、うん、ちょっと珍しいかもしれない。全て遮断されてる状態ですよね、うん。密閉されてるし、ね、あの瞬間良かったよね。面白かった。一瞬で後ろ手離して、ゴミは高いんだ。ゴミは高いから。でも300円。300円。おね、グラスと。なるほど。ゴミと、考え方一緒だよ。ゴミとグラスと、あと見えない100円。見えない100円が。あ、なるほどね。何かあるんだ。はい、いや、でもやっぱ相変わらず前回もそうだけど、はい、100均行って物見てマジックこうどれにしようかって考えるのは、やっぱ面白いですね。面白いですね。やっぱり。面白い。確かに。だからこんなものあるんだと思いますもんね。そう。物を見てから、あ、こんなマジックできたらって言って考える場合と、うん、こんなことやりたいと言って100均うろうろして、はいはいはい、ね、あ、これが使えるなって言って買う場合ってあるじゃないですか、うん、ね、うん、で私もね最近行ったんですよ、ちょっと100均に用心があって。100均行くんですか？100均歩いてるんですか？カゴ持って、カゴ持ってレジ並ぶんですか？あれまた表に置いてあるんだな、カゴって。全然知らないから中入って一通り買ったら、うん、顔持ってないんだよね。また表に出て、ね、万引きだと思われるね。一旦持って外で出てっちゃうんだから。マレックさんが五反田の百均をうろついてるっていう。めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白いですけど。会えるかもしれない。そこもでかいダイソーですか、ね。ダイソー。あら、五反田に住んでる人はあのダイソーかと思ってる可能性ですよね。あのダイソーですよ。あのダイソー。あそこですよ。いや、本当に何でもあるね。ありますね。マレックさんもじゃあダイソーで何か買われたのですか。あのちょっとコップを探してて。はい、で面白いの見つけましたから、うん、ちょっともあの買ってきたのそこに置いてあるから、うん、こんなものはもう100均で、これ100円ですよ、これ。ピクニックカップ、これセットで100円なんですか？そう、カラフルなコップを探しに行ってて、はい、でまあ何やるか分かりづらい、玉こうスポンジ切って玉作るの大変じゃないですか、うん、玉、うん、たらこんな可愛らしいものを売ってたんですよ、これ。ダイソーって書いてちゃんと、そうですよ、これ買ってきて。先生がダイソーの中でこれカゴに入れていた瞬間があるってことですか？そうですよ。カゴ、いや、いっぱい買っててんこ盛りだよ。それで、なんだろうね、もう1000円いかないくらい、本当に大金持ちになって気になるね。そう思わない？確かに確かに。大金持ちってあの感覚だろうね。確かに。入れても入れても、え、こんだけっていう。じゃあ、ね、ミスターマリックによる100均マジックでございますか。はい、ついに。はい、私初めてあの100均のものでちょっとマジックをお見せしますけども、うんうん、昔からある世界で最も古くて最も素晴らしいと言われているカップと玉っていうマジックありますよね。これ本格的なカップと玉、うん、はい、でこれを模してよく手品セットに入ってるこういうプラスチックで作った、ね、ちょっとお安い、安いプラスチックですからね。やっぱりこういうものでやるとやる気出るじゃないですか、うん、でこれだとなんかあの遊び感覚でね、うん、さらにこれを普通のコップ100均で売ってても、うん、これ不思議と同じマジックやっても全然違うように見えると思いますから、うん、びっくりしたのはこのコップでないとできないカップと玉をご覧に入れます。たまたまやってて、あ、これはいいなっていう。そのボール持ってるんですね。ボール持ってた。入門なんですかね。これか、なんですか、ぼんぼり手芸とかそういうことですかね。でもうなんかマジック道具らしくなってきましたね。この並び。これでいいんじゃないですか。皆さんがやってるあのカップと玉、はい、3個、うん、から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 ですね、はい、まあ普通はこのようにして置いて叩くと下に落ちるって、うんうんうん、不思議なんですよこれ。不思議ですね。
ね、世界最古のマジックなんですよ、これ。これが、このカップに、コップは底が広いから、こうやって2個置けるんですよ。ああ、なるほど。なるほど。2個置いて、2回叩くと、2回叩くと、2個落とせるんですよ。すごくないですか、これ。本当だ。すごい。それで、これ全部、空で、今度3個置けるんです、こうやって。なるほど。こういうカップだから、はい、1回、2回、3回叩くと、こんにちは。おらしなえ、なるほど、あの底だとこれ置けないんですよ、これ、ね、大きいもの置けないんですね。なるほどね。面白い。そこが広いっていうのも、あ、こういう使い方できるなと思って、なんとなく手順を作ってみたんですが、へー、面白くないですか。面白い、めちゃくちゃ面白いですね。面白いですよね。めちゃくちゃ面白いですね。カップと玉として売れんじゃないこれ、うん、これセットにして、セットにして1000円ぐらいで、1000円ぐらいで面白いでしょうね。ね、ちょっとしたこで、ひょっとしたらこういう日常のコップでやった方が意外とカジュアルで、うんうん、そうですね、うん、そうかもしれない。怪しいものがないですね。こういうのだとちょっと見てる人も構えちゃうとこがあるけども、うんうんうん、こんなコップで100均で買ってきて100円でできるっていう、うん、すごい不思議。質問なんですけど、はい、これって今マリさんめちゃくちゃ難しいことなんかやってるんですか。何にもやってないです、何にもやってないです。じゃあちょっと勉強したら、練習したらできる。そうなんです。3個の玉がこうやって伏せて伏せて伏せて、1個置くと叩くと下に落ちてくる、うんね、今度2個置いてみましょう。2個置くとトントン叩くと2個落ちてきて、ね、今度はこれ見てください、空ですよ。そうですよね。3個置いて3個同時に落ちるなんてなかなか見たことないでしょこれ、これなかなか100均ならではじゃないですか。すげー。確かにそうかもね。200円でできるんですよこれ、まあ、たまたまこのボールとカップがあったからこういう手順ができて、ね、そんなことで、ね、素材から新しいマジックが作れるっていうこともありますから、ちょっと気に入っちゃいましたよね。すごい。こういうカラフルなコップがね、100均で売ってる。100円ですよこれ。さらに予備があって、予備がついて、これの入れてるケースまでついて、すごい。じゃ、これだけ持っていけば、これでピクニックの時に、これで料理ショー行けばいい。これだけ持ってこれでショー行く、うん、3分はいけますよ。3分いける。マルちゃんのパッケージに入ったら、はい、普通に2000円ぐらいで売れます、売れます。いや、皆さん本当にね、なんかマジック頼まれた時に、何にもない時に、うん、ダイソーへパッと行って、うん、コップ買ってきて、うん、これは紙玉でいいですからね、うん、ティッシュ丸めてやればできちゃいますからね。だからこれ思うと、こう仕事で地方行って、うん、例えば荷物が届かないとか、あるある、絶対ね。100均行けば30分ぐらい持ちそうですね。そうですね。なんかね。そうですね。うん。マジックタブを見るよりか新鮮ですね、本当に。新鮮ね。いや、なんとなくカジュアル感あっていいですよね。まあ、そういう新しい時代なんでしょうね。でも、マジックをちゃんとできるからできるんですからね。そのことで、ね、100均マジック、また今後も続けたいと思います。はい。はい。どうも今日はありがとうございました。また。